こんにちは。今日は株について簡単に説明したいと思います。まずは株式会社というものの歴史なんですけれども、1602年のオランダ東インド会社がその起源だと言われています。たくさんの当時のね、オランダの出資者、お金を集めて、それがいわゆる株主ですね、出資者からお金を集めて、で、船とか買って、東インドに行きました。そして、香辛料、胡椒とかね、そういう香辛料とかを買って帰ってきて、で、オランダ戻ってそれを売って、こう莫大な利益を上げて、それを出してくれた、お金を出してくれた出資者に分配するというところで、まあ、そもそもそれを経営している人にはそんな船を買うお金とかありませんので、それをたくさんの人から集めて会社を経営するという形態が出来上がりました。で、それから、まあ、それがいいということで、イギリスなんかにその形態が渡っていって、で、イギリスで、18世紀に産業革命が起きましたよね。その産業革命の中心はその株式会社が運営したというふうになりました。日本ではですね、この方ですね、皆さんご存知の坂本龍馬がですね、1865年、もう江戸の末期の末期なんですけども、薩摩藩からお金の提供、莫大なお金の提供、まあ掛け合ってね、薩摩藩と掛け合ってお金の提供を受けて、亀山社中っていう海運会社を営みましたね。で、まあ、オランダなんかから武器を、鉄砲なんかね、輸入して、で、それを長州とか薩摩に売るっていうね、そういう商社をしていました。で、お金、もともとのお金は株主である薩摩藩から提供されたという形で、作りましたね。まあ、龍馬はもし、暗殺されなければ、その後もこの株式会社をどんどん広げていって、世界をに股をかける商社を作ろうとしていたようですね。はい。で、その後、日本に株式会社っていうのはたくさんできて、こう上場市場というのができました。上場市場っていうのは自由に株を売買できるような抽象的な場所なんですけども、上場っていうのは、証券取引所で株式が売買されるようになることを言います。証券取引所、まあ、日本に何箇所かあります。で、よく使われる言葉としては覚えてほしいんですけど、IPO、新規株式公開。最初に株を売り出すことです。イニシャルパブリックオファリングと言いますか。はい。で、その後、最初、会社を作るときは IPO で、会社作ってからまた増資、資金が必要になって増資したいっていう時は新株発行。これ株式公開をパブリックオファリング、PO。あと最近よくあるのは買収ですね。企業を買収するときに相手の会社の株式の過半数、51%以上を買ってしまえば支配、親会社、親子関係で支配従属関係が生まれますので、敵対的買収という形でテイクオーバービットとか言うんですけど、上場市場ではこのような言葉が使われています。はい。で、もしね、株を買うと、株主になれますが、株主っていうのは、会社のオーナーなんですよね。で、株を買う人を投資家と言いますけれども、投資家目線で言うと、株というのは、出したお金だけに責任を持つという有限責任です。で、経営は直接しないけども、経営をしてもらえる。自分が出したお金の分、割合の分だけ経営してもらえるというところなんで、非常に面白い制度ですよね。だから私が、例えば、トヨタの株を買ってたとしたら、こう、トヨタ昭夫さんが私の代わりに会社を経営してくれてると考えたらいいんですよね。私が何もしてない。ご飯食べてる時に頑張って、車作って売ってくれてるという感じです。それで配当がもらえます。年に2回とかね。アメリカの株だったら年に4回とかね。インカムゲインっていうんですけど、利益を配当してもらえて、配当がもらえます。
あとは、証券市場で、その買ってる株は自由に、上場していたら、証券取引所で、証券会社を通して自由に売買できますから、それで利益を得ることもできます。それキャピタルゲインって言うんですけど、企業目線で言うと、株を発行することによって、返済が不要な資金が集められます。銀行からの借り入れとか、社債による資金調達は、有利子負債って言って、負債なんですよね。負債っていうのは将来お金を返す義務でしょ？株式で売ったお金っていうのは、資本金とかね、資本準備金とかね、資本、その他資本剰余金とかなるんですけど、それはもう、返さなくていいんですよね。会社にとっては資本、純資産になりますので、非常に、使い勝手がいいお金になります。で、あとは、企業の業績が上がれば株価も上がるんで、株価が上がれば、また次資金調達するとき、新株発行するときにお金が集めやすくなるというところで、こう株というのは非常に便利なものになってます。はい。企業が株を売り出せる場所っていうのは、証券取引所なんですけど、ここを通して企業は株を公開して、さっきの IPO とかね、PO とかね、ああいう形で販売をします。投資家は証券会社を通して証券取引所経由で株を買います。証券取引所行っても、投資家直接は買えないんですけど、その間に証券会社っていうところが、噛んでくれて、それで売買ができます。証券会社ではちなみに公社債も買えますので、まあ証券会社でいろいろ買えるんですけどね、金とか銀とかね、プラチナとかね、そういう商品も買えるし、買えますが、まあ公社債っていうのは、国債とか地方債とか、あと社債なんかも債券っていうんですけどね、そういうのも買うことができます。株価っていうのはどうやって決まるのかっていうところ、なんとなくでいいので分かっておいてほしいんですが、まあ、例えば日本電産っていう日本代表するモーターの会社があります。6594っていうのはその会社の番号なんですけど、上場してる番号なんですけども、こんな表をね、よくネット上でね、見るんですけど、株価を調べに行くとね、これチャートって言って、日々のこの8月16日はここで、10月25日はここでとかね、こう変化ですね。まあ、ロウソク足とかって言ってね、こう上がってたら赤で、最初上がったら赤で、最初下がったら青でってこう、グラフになるんですよね。で、こっち側、気配って書いてますけど、これが、青い方が売り気配、赤い方が買い気配で、売りたい人はなるべく高く売りたい。そりゃそうですよね。で売り注文を出します。で買いたい人は証券会社、証券取引所になるべく安い値段で買いたいっていう買い注文を出しますよね。でそれがここにあります。これスレッドとか板とかも言うんですけど、拡大するとこの部分ね、ちょうどこう均衡してる部分だけを拡大すると、まあ、こんな風になってまして、例えばこれこの青とか赤がこう人数としたらね、売り、13,055 円で売りたい人が2,400 人。13,050 円で売りたい人が2,400 人。2,000 人。で、13,045 円で売りたい人が、一株ね。一株売りたい人が1,800 人。で、13,040 円で売りたい人が700人いて、売りたい人は13,035 円で売りたい人が1,200 人いて、という形でこうね、人数があって、それがちょうど均衡した部分で、株価が決定されて、売買が行われていく。で、今現在は 13,040 円で売買されている瞬間があるので、これがその瞬間の株価ということになります。もうそれもコンピューターでね、やってて、もう何千人何万人とか参加してて、何千株何万株っていう株がこう、瞬間瞬間で売買されて、そこの需要と供給の関係で、株価がタタタタタって決まっていって、それの変化のがこのチャートとして出てくるという形。になります。はい。会社の時価総額ってよく言いますけど、これは株価なんですね。一株の株価かける発行済み株式の総数
になります。例えば一株300円、今現在の株価が決まってるとしたらね、さっきの気配でね決まってるとしたら、発行済み株式総数が1000株だとしたら、 300×1000 で30万円がその会社の価値、その会社の価値のことを時価総額と言います。先ほどの日本電産6594の日本電産というモーターの会社でいくと、発行済みの株式総数が5億9628万4468株売ってるんですね。で、VWAP っていうのは、これが一株当たりの株価です。ボリューム、ウェイティッドアベレージプライスとか言うんですけど、まあ、過剰平均の株価なんですけど、1株13066円ですね。ですから、この発行株式総数の約6億株に13000円をかけると、時価総額です、これね。7兆7755億4946万2720円。これ、電卓データになります。私たちが持ってる12桁の計算では、7兆まで入れられませんけどね。7000億までしか入れられませんけど、まあ、13桁あれば入りますね。っていう形で、会社の価値はこのように時価総額で表されるようになってます。はい。世界の時価総額を見ときましょうか。今現在世界中の企業を集めてトップ10、日本に直してますけど、ランキング、アップルが250兆円、マイクロソフトがオフィスのね、ワンドライブのマイクロソフトが228兆円、この2つ合わせただけでも日本の GDP 国内総生産ぐらいになりますね。あと3位が中東の石油の会社でサウジアラビアコム205兆、これもう1年前からだいぶ上がってます。アマゾンはこれアメリカの会社、またね、193兆円ですね。で、 Google、 これがアルファベットって親会社なんですけどが182兆円、5位ですね。で、 Facebookこのメタって名前変わるんですかね。メタが111兆円。このアップルとマイクロソフトとアマゾンとグーグルとフェイスブックは、まあ、ご存知の通り GAFAM っていうアメリカの IT 系の、巨大 IT 企業ですね。もう世界が牛耳ってると言われてるね。まあ、牛耳ってますね。すごい額ですよね。で、7位が中国の会社が入ってきます。テンセント79兆。8位がまたアメリカで、電気自動車のテスラですね。イーロンマスクですかの会社の、スペース X とかで宇宙も行ってるし、まあすごい会社ですね。もう株価ものすごい上がってます。68兆円。で、バークシャ、9位バークシャハサウェイ。これはアメリカの、ウォーレン・バフェットっていうね、もう 90歳ぐらいのおじいちゃんが やってる投資会社ですわ。それが68兆円っていうね、すごいですね。バークシャハサウェイ。はい。で、10位が台湾の会社が入ってきましたね。台湾の半導体の会社で、台湾セミコンダクタ、65兆円。ちなみに、30年前のバブルの頃は、ここほとんど日本企業でした。1位が NTT。で、2位が三菱とかね、金融ですね。金融とか、バーンって来てました。ほとんどね。がもう1社も入ってません。どんな感じかって言うと、今日本はこんな感じです。同じ日本円に。換算すると、トヨタが1位で33兆。まあ、こっち見てからではね、少なく思いますよね。キーエンスっていう大阪の赤外線センサーの会社が18兆。ソニーグループが最近 V 字回復して、すごい業績がいいと言われながらも、時価総額は17兆。リクルートホールディング、リクルートは13兆。で、30年前世界のトップだった NTT は、日本電信電話は12兆。はい、で、ソフトバンクグループ、孫正義さんが、ここも投資会社、携帯もやってるけど、携帯事業もやってますけど、投資会社になってますが、10兆円。で、東京エレクトロン、これは半導体の会社で、最近半導体不足で、もう株価どんどん上がってきて、ここに来てます。7位。東京エレクトロン。で、8位が金融系、日本の金融系がやっと入ってきてます。8兆円台でね。で、9位がユニクロやってるファーストリテイリング。が8兆円で、10位がまたこれも半導体とか使ってる、新越化学工業っていう会社、これ8兆円ですね。まあ、全部足してもアップルまで届かないっていうね状態にこの30年間で差がついてしまいました。日本の経済は成長してないけど、アメリカとか
諸外国、中国なんかの経済はものすごく成長しているというバロメーターとして株価が使われているということですね。はい。で、私は学生に、株式投資を進めています。はい。とりあえずバイトで10万貯めてやったらどうかなと思いますね。10万、1万円だとね、緊張感ないでしょ。ないんですよ、緊張感がね。10食ぐらい昼ご飯食べたら終わるじゃないですか。まあ、学食で食ってても20回学食食ったら1万円だと終わるけど、10万円だったら200回食えるんで、学食だとね、500円として。なんで、かなり緊張感あるでしょ。で、まあ、そんなん言ってももったいないっていう人はもちろんバーチャルでね、表だけ見ててもいいんですけど、ちょっと本気になろうと思ったら実際、身銭を切った方がね、しかも、親からもらったお金とかじゃなくて、自分でバイトをして、汗水垂らして、稼いだお金がいいですよ。必死になるからね。で、まずは証券会社の口座を作りましょう。今時だったら、ネット証券がおすすめです。SBI 証券とか、楽天証券とか、マネックス証券とかね。手数料が安いんで、あとネット上で申し込みも全部できるので、すぐできますからね、これね。まず作る。で、そこにお金をコンビニかの ATM でまず入れますね。実際バイトのお金入れます。で、どれか選んで買います。っていうことをすれば、真剣に見ますからね。で、それこそ日経新聞も読むようになるでしょう。真剣に読むし、読まなきませんよ。学生はね。いろんな記事をね。あとは、いつも経済の動きにアンテナを張るようになりますから、そこがいいですよね。で、一生懸命勉強してね、なるべく投資をします。ギャンブル的に、これ上がるやろうとかね。そういう投資の仕方じゃなくて、その会社がまず好きで、製品とかサービスが信頼できて、で、ずっと利益を、まあ、当期純利益ですよね。当期純利益を上げ続けられるであろう仕組みを作ってる会社を探して投資すると。いうことですね。自分で考えてね。投資は自己責任で、人の意見を聞くけど参考にするだけで、あと、意思決定は全部自分でして、買うと。はい。いうのが大事ですね。株を買うには、今も言いましたが、分析が必要です。会社分析しましょう。それが、商学部とかね、経営学部とかで学んでる学生のアドバンテージですね。有利な部分ですけど、まず、簿記の知識が、必須なんで、これ勉強しますよね。してると、分析の基本的な数字を読む力がつきますし、あとビジネス会計検定とか、簿記検定を勉強することで分析力。特にビジネス会計検定っていうね、大阪商工会議所がやってる検定、3級でも取っておくと、かなり分析の手法が頭の中入ってますので、で、それを使って、いい会社を自分で選んで株を買うと。いうこと、投資をするということね、をしてください。まあ、投資はこれからの皆さんの若者にとっては生涯長いですからね。私と違って皆さんここから 5,60 年生きるじゃないですか。で、そう 5,60 年っていうのスパンを考えたら、こう株っていうのは、まあ、どう考えてもこう膨らんでいくので、大きくなっていくので、株価っていうのはね、まあ、今過去がそうだったんで、おそらく未来もそうなるので、投資という貯金預金じゃなくて投資っていうのをすることはもう避けられないと思うんですよね。必須だと思うので、こういう言葉ね、配当利回り、株価に対する配当割合とか配当成功とかね、利益の配当割合、こうピンとくるよね、これがね、 PR、株価に対する利益の割合、日本の企業だったら13倍ぐらいかなって大体ね。で、それより高いか低いかで、割安でこの株はいいなとかね。これね、利益を上げる仕組み作ってるし、でも PR は低いので、これがいいなとかね。こう迷った時とかね、使えますし。プライスアーニングレシオって言うんですけど、あとプライスブックバリューレシオって PBR、母価に対する利益の割合が1を超えてるか超えてないかで、これは買いか売りかとかね。買いかなみたいなね。そういう判断ができたりとか、まあ、なんか難しいこと言ってるように思うかもしれませんが、全部ビジネス会計検定3級の知識です。はい。あと、ロアとかね、リターンオンアセッツって言うんですけど、総資本に対する利益の割合。はい。どれだけ有効にその会社が
資産、資本を使えてるかっていう割合ね。とか、あとロエって言って、純資産に対する利益の割合。さらに進めて自己資本ですね。自己資本に対して、どれだけ経常利益を上げられてるかっていうのはね、こう経営者の判断をするとかね、そういう会社が、まあいい会社だなっていうことで投資ができたりとかいうのが、これだけで投資はできません。こっから、これを知った上での、あとは経験値。結局メンタルなんですけどね。リスク許容度とかね。いろいろ言うんですけど、そういうメンタルを実際に勝って鍛えていくと、投資は成功する可能性が高くなります。はい。そういう感じで、勉強して、実際に株を買ってみて、やっていくっていうのを私は、まあ、進めてますが、まあ、投資は自己責任だし、自分で納得するためには、自分で決めるということですね。はい。ということで、本日はですね、株について、説明しました。はい、ありがとうございました。